1986年12月から1991年2月までの51ヶ月のことをバブル時代と呼びます。景気の良かったこの時代、一体日本人はどんな生活をしていたのでしょうか。今日はそんなバブル期にまつわるスレを4本紹介します。まず1本目は2020年3月に建てられたスレです。バブル期の逸話教えて。バブル期の日本の面白い話聞かせてくれメンス。個人単位での合流話でも何でも。100万の商品が売れないから200万に値上げしたら売れたとかいうやつか。ほわ、マジかなんか、面白い。そうそうそういうの、値上げしなきゃ売れないとか草。銀行の利息だけで食っていけたとか。特にユートが利率良くて、その名残で未だにユートに口座作るやつが多い。ユートって不便なのにね。嘘やん信じられん。よく知らんが未だと金利 1% もないんやっけ。はい面白いなぁ。意識し続けるだけで億万長者になれた時代だったとか。郵便局の定期だと 10% 超えてたもんな。そういうね、プロ野球選手が引退後に絶対に招待されまくって、その報酬が現役の時の最高年俸よりも高かったとか。トイペがない時はお札でケツ拭いてた。これはさすがに嘘やん。今では考えられないような生活をしていたようですね。当時の学生はどんな生活をしていたのでしょう。バブル期のこち亀で、今の若者は金持ちだから、いつかはクラウンじゃなくて、いきなりクラウンだからなみたいなこと言ってたっけ。今じゃケースら買うのに勇気がいるってのに。大学生の食費は1日あたり2500円くらいだったらしいよ。くさ、ワイ600円やわ1日。フリーターかっこようはバイトが公務員より稼いでて、一生これでいけるとか思ってた。バイトすら給与高かったんか。バブル期当時、法律で決められたアルバイトの最低時給が500円弱くらいだったけど、どこも800から1000円だったらしい。時給アップも早かったとか。すげえ、スケールが違うわ。今のバイトの最低賃金並みやん。バイト面接って、帰りに2から3000円もらえた話は聞いたことあるな。面接いくつも受けて稼ぐのがあったらしいぜ。ワイのマッマはバブル期学生やったから、あまり恩恵受けてなくて実感なかった言うてたが、そんなことないやな、バイトですらそんなんだったとは。就職率ほぼ 100%。良さげの大卒なら希望の企業へ。今は割と高くないか？就職率。会社の先輩が社員旅行でハワイとオーストラリア行った言うてたわ。社員旅行とか聞かなくなったなぁ。ワイは社員旅行どころか雇用所研修や。地方の公務員はよほど事情があるやつと、勉強で金でどこにも入れないやつの行くとこだった。ワイが知ってるのだと、飛行機の席取るときはファーストクラスから埋まってくもんだったって聞いて、度肝抜かれた。面接に行くイコール合格。企業が学生を逃がさないために折り上げくれたとか。説明会に来てくれてありがとうと、企業がお金をくれる上に、選んだ会社には簡単に入れて、会社側は他に人材が取られないように、そのままハワイ旅行とか国外送りで合流させるとか。聞いてるだけでワクワクするんを。先輩から頭下げられて接待しまくられて小遣いもらって、会社入ったら途端に後輩に頭下げて回らんくなったって聞いたわね。いい会社入ったと思ったら貴族様から後輩以下の奴隷に転落だもんね。地獄だね。とにかく若い人員が欲しいから、中卒は金玉って呼ばれてたんやっけ。おもろいな。夏にボーナスが300万円400万円ともらえ、それ以上の額が冬のボーナスで発生する世界。会社によるけど、ボーナスが年に4回だった。ワイのオッチは就活で逆に数社から入社お願いされる立場だったとか。社は家まで社用車で迎えに行ってくれたから入ったけど、社は交通費だけだったから蹴ってやったとか得意げに話してた。高卒でも有名な会社に入れて幹部目指せてた時代やな。求人誌がタウンページ並みに分厚かった。芸人の人らが言ってたな。高校生でもハローワークに行くと、バイトとか1日限定の仕事があって、年齢確認もされず連れて行かれて、仕事したら簡単に10万ぐらい1日で稼げたとか。家が貧乏で周りが金持ちなのが気に入らなくて、学生で1年バイトしまくって、クラウンの新車2台買った先輩がいた。バブルって今はあんまりいい意味では使われんけど、基本日本が絶好調で頑張れば、こういう望みが叶ったいい時代よな。そりゃ高度経済成長まではそやけど、バブルはちょっとちゃう気がする。つまり1300万くらいの家を持ってる人が、その値段が3億円になったから、これもう貯金とか一切する必要ないやろ。っていうて金使いまくっただけの話やろ。そして3億円の家がやっぱ1000万やったわ。って言われてあり共感になっただけや。まあそれが正確やね。調子に乗らず高度成長維持してればね。高度経済成長って出たけど、それでとにかく収入ってのは毎年上がる。国だとか会社ってのはいくらでも金あるって思ってたのが、バブルが弾けるまでの昭和の人たちだよ。時代の象徴とも言えるような遊び方をしていたようで、海外旅行へ月1ペースで行く人ゴロゴロだったとか、普通のスナックのお姉さんが年収2000万3000万稼いでたり、一緒に遊ぶだけで10万円お小遣いくれたりした。爆買いは今の中国よりひどかったかもしれない。ピンクドンペリとロマネコンテをデキャンタの中で混ぜて、ピンドンコンとかいう悪趣味な飲み物を作って出すクラブがあったらしい。ロマネコンキしか知らないけど、土着そ高そうなのは分かった。アフターファイブという言葉が生まれるぐらい、夕方5時には仕事が終わりで、遊びに行くのが日本全国当たり前で、高い給料もらって、夕方5時以降に夜の街で遊んでから帰宅する世界だったそうな。デートで10万円は貧乏人。
株を買い200万円持っていくと、お客でもゴミ扱いされる。当時女性ホステスが接待してくれるクラブは、座っただけで3万から5万な席料が取られる世界。アタッシュケースに何千万円のお金入れて飲み歩き遊ぶ人がちらほらなバブル時代。夜食が進むわ。最高。夜食ってか、ほんとか知らんけど、六本木で飲んで、お姉ちゃんと締めのラーメン札幌に食いに行くって話は聞いた。可愛い女の子はマンション買ってもらえたってマジなんか？それは余裕みたいやな。あと1億円のマンション買ったら、他の人から3億円で買う日も仕掛けられたり、土地と建物の値段の上がり方が半端なかったとか、通販番組で億単位のクルーザーとかが紹介されてたとか、特に金持ってる連中は数百万出してヘリで向かうらしいな。ええなぁ、バブルの頃に大人になりたかった。瞬間的に恩恵受けても、その後の落差でヤバそう。柏木昭雄で検索してみるといい。バブル期にトランプとカジノで数十億円の勝負した不動産成金、最後は自宅で惨殺された。3月、くっそおもろそう。後で調べるわ。移動手段も今とはだいぶ違うようです。会社から束でタクシー券が支給され使いたい放題だったとか。数年前乗ったタクシーのおじいちゃんが自慢してたけど、チップ1万円はよくもらえて、たまに10万100万もらったとかなんとか。タクシー止めるときに指で2とか5とか両手で10とかして止めてたらしいな。単位は万円。すげえ。みんな1万円札掲げるから、1万円1枚程度ではタクシー止められないとか、遅刻しそうとか、バスや電車乗り遅れたとなると、じゃタクシーで行くかが普通にあった時代。タクシーの敷居は相当低かったね。時間の方が大事じゃんって感覚。そりゃ子供も産みますよ。ワイももう少し早かったら恩恵あったんやろな。ジュリアナ、マハラジャ世代やな。今が低賃金すぎるというか、働きすぎって見方もあるよな。最低賃金上げてもよくならへんけど、重要な仕事のお金はもっと羽振りよく渡すべきや。ちなみにバブル弾けて、みんな仕事残業するようになり、バブル以降に入ったストラは、先輩たちが少し前まで夕方には遊び歩いてたのに、自分たちはひたすら安い給料で残業で遊べないという世界になり、そのストラがそれが普通になるので、以降どんどんブラック化が進むという。今ではありえんが、金持ちスペシャル番組の豪邸公開とか普通にテレビであった。今やればマブチモーターの社長邸みたいに惨殺よ。バブル時代はどうしてこんな景気が良く、なぜ弾けてしまったのでしょうか？定期預金の利率が 10% くらい、反復複利で売った派。普通にもアメリカを指さしてこれ買っちゃおうか。これが現実味を帯びるほど金があった。アメリカが一時は危険死したとか聞いたし、割とマジそう。東京23区売ったらアメリカ全土買える話やな。マジ？それほど地価が上がってたんや。銀座一等地一つ500億届くかって時代やで。ハエスっぽい。なんでバブルって弾けたんや。4月に消費税&公定歩合上げ上げ、とどめの総量規制で、翌年の初取引から株価下がりっぱ。なお当時はまだ余裕があった模様。実際株が下がっても生活に影響来るのは2、3年はかかる言われとるからな。今も株暴落しとるけど特に生活には困ってないし。からの一つ後争いで多くの血が流れた。工事で人足りなくて職長200万現金で渡して、これで人集めてとかやってたらしい。バブル時代にはすごい構想もあったようです。バブル時代にあった構想案、一応金さえあれば作れたらしい。東京バベルタワー。東京バベルタワー、地下から0メートル、地下インフラ、エネルギープラント、駐車場、発電機など、0から1000メートル、住居、小住複合施設など、1000から3500メートル、商業、オフィスホテルなど、3500から6000メートル、教育レジャー施設など、6000から9000メートル、工業実験研究基地施設など、9000から1万メートル、太陽エネルギーコレクター、宇宙開発センターなど。バブルの塔は存在してるけどな。X シート、4000、大成建設が1990年に発表の超超高層未来都市構想。高さは4000メートル、直径6500メートル、800階建ての未来都市260万人もの人々が生活が可能。延べ床面積7000ヘクタールで1階部分は直径6000メートルで上の階ほど細くなり、全体として富士山型の外観を呈する。ちなみに富士山は3776メートルである、30階100メートルごとに完結する。太陽光発電を設置したり、光、気温、大気圧などを外部に合わせる機能を持たせる。その規模から建設地は東京湾上が想定され、工費150兆円、工期30年が見積もられている。以上です。さて続いてのスレは2021年5月に建てられたスレです。バブル世代両親の就活の思い出聞いてるとムカついてくる。新卒囲い込むために企業が貸し出したりしてたとかふざけんな。Y の会社、何十周年記念とかの時に普通にバス貸し切って社員全員で飲みに行くとかあったらしいわ。今では絶対ありえんから確かに羨ましいな。全員参加の飲み会とか金払っても行きたくねえわ。こういうこと言う人が出てくるのも、やりにくくなった理由の一つやな。嫌ならわざわざ言わんでも来なきゃいいだけやん。嫌でも無理していく時代だったんだろうなとは思う。そんなん飲めない奴の人権ないし。嫌やから黙っていかなかったら家かっこ社宅まだ来る奴いるからな。まあそこまでする上司はいい奴やったから仲良くなったけど。いい思い出になっててくさ。でも制度はクソゴミやわ。
行きたい奴は個別に飲みに行けばいい。全員で行きたい奴って、そもそも個人で誘われん奴か、会を楽しんでない奴をいじって自分がおもろいと勘違いしてる奴だけやと思ってる。別に昔でも体調不良なり家族に止められるなり言って抜けることはできただろ。なんで社会が陰キャに合わせてワイらが周りと仲良くなれる機会を失わなならんのかと。社員全員の飲み合ったとして全員からいじられるとか、どんだけ規模がちっちゃい会社想定してんねん。別に一緒に飲みに行ってても個々人で勝手に飲んでるし、普段話せん人と会ったり喋ったりして仲良くなれる機会あったらしいぞ。逆に陽キャなら飲みに行きたい周りのやつ誘えないんか。普通に誘えるけど上からは誘いづらいってよく言われる。パワハラって言葉に怯えて何もできないって。ニキが上司を誘えば解決やな。友人歓迎の飲み会は飲み会の後が重要やったのや。どう？かどうかを聞かれて、どう？ならさっさと風俗行って自信つけろと、先輩から有料な風俗でおごってもらうという。やっぱ今よりアットホームやな。おおよそ氷河期の時に仕事のノウハウだけで人付き合いの重要性がちゃんと伝わらんかったのが痛いところやと思う。何やってもニッチもサッチもいかんし、裏切る出し抜くなんて日常茶飯事じゃ何のための付き合いなんやと。そんで下に教えようとしても飲み会という流れしかなぞらんで、人付き合いの量も有用性も何も引き継がれんかったのも多かったから。中間管理職って、年寄りと若者の橋渡しやからな。特に氷河期なんてアナログからデジタルにちょうど移行した世代なのに、ここ死んだせいで電子関係ボロボロや。バブル期の人間はバブルがもう一度来ると結構最近まで信じてたらしいな。バブル期の内容を見れば見るほど虚構をあるかのように振る舞ってだけで、それがなくなったら誰も虚構を信じないからバブルを知ってる奴が上にいる限り二度と来るわけないのに。公務員になる奴は負け組だったらしいな。地方は成績悪くてどこにも行けないような人や、事情があって地元離れられん人が公務員になってたわね。だってお給料がひどかったもの。既婚人は入社試験いっぱい受けてその都度東京旅行でしてた人多かったわね。だってごちそうもお酒も出してくれてお小遣いまでもらえたとこもあったんだもの。しょうがないわね。スレ内ではバブル時代の飲み会に参加することと、仕事の関係性、それに参加することで、仕事を教えてもらえて可愛がってもらえるという文化があったことについて議論がなされましたが、スレはこの辺りで終了しました。続いてのスレは2015年2月に建てられたスレです。バブルの時代ってそんなにすごかったんか？今言うがごとくゼロの体験版やって思ったんやけど。土方の平均年収が1000万あった。はぁ？長距離トラック運転手もだね。急性と早計両方受かったら校舎行く時代。業種による。バブルについてスレミンはどう考えているのでしょうか？バブル来ないかな。でもバブル来たとしてもバブル経験してる奴らは貯蓄しまくるか。むしろバブル経験してる奴の方がまた使いまくるやろ。若者の方が堅実やで。今金に文句言ってるのはバブル経験してた奴やね。若い奴らはこの金で生活するのが当たり前と思ってるからあんま文句が多くない。ただ本当はこのままやとまずいやけどね。バブル期間中は猛烈なインフレやからその間は預金利率 10% でも貯金するだけ損してた気分やったんや。景気良かったんと渋るだけやで。レコード会社がバカみたいな企画もの CD 出して嫌だったわ。関根勤のラテンのごとくとか、宴会ソングを集めた幸福の雅楽とか、何が面白いのか。北海道の原野にドイツ風アミューズメントパークが出現。行ったけど小学生のワイには何が面白いかわからんかったんを。性的な乱れもやばかった。テレクラのおかげで車さえあればおっさんやブサメンでも JK と毎日、できた。今と大して変わらんな。大卒が複数社面接受けて一番条件のいい会社を選べる。金が余って仕方ない銀行サイドが家に金借りませんか？と訪問してくる。GDP だけで言えば今の方が高いが当時、世界の金の2割を日本人が持ってたとかなんとか、そら何でも買えるわ。ガチンを？大勢に包みが世界で一番金持ってた時期やな。言うても大卒初任給の平均は今の方が高いんやで。大卒初任給から上がらないんやで。バブルの間に一生分さっさと稼いで逃げ切って今も悠々暮らしてるやつとかおるんか？頭いいやつとかそういうのいさうやな。そらおるやろ。バブル前に事業縮小した企業とかも、おるにはおるけどあんまおらんと思うわ。それより土地持ちで地上げに売って田舎に突っ込んだやつが一番得してると思う。てかバブル時代より年商が上回っている会社はかなりあるんだが、経常益は見ていないが。戦争経験者が60くらいで、まだ頭もしっかりしてたんだよな。最後に夢が見れてよかったと思う。以上です。最後のスレは2020年11月に建てられたスレです。バブル時代と今の日本を比較した結果、コロナのため一部2020年のデータ排除。賃金伸び率、1989年 4.5%、2019年マイナス 0.2%、国民負担率、1989年 27%、2020年 49.7%、普通預金金利、1989年 0.43%、1991年 1.85%、2020年 0.001%、定期預金金利、1989年 6.25%、2020年 0.002%、世界時価総額トップ50、1989年、日本企業33社括弧 NTT、1位、2019年、日本企業1社括弧トヨタ、36位、国際競争力、1989年、1位、
2020年、34位。外国人観光客、1989年、288万人カッコ1ドル125円。2019年、3188万人カッコ1ドル110円。日本が世界に占める GDP の割合、1989年、17.5%。2019年、4.7%。今定期預金やるやつ大事やろ。たった4年で1ドル240円から125円なるとかプラザ合意恐ろしすぎるわ。あれで終わったからな。高度成長期時代の産業構造の変化ができなかった。バブルの良かったところは高度成長期から始まった東京一極集中を鈍化させたことやね。5年で戻ったけど。仮に日本がプラザ合意を突っ跳ねて保護にしてたら欧米からめっちゃ制裁食らってたんやろ。武力ない日本にとって、あれはもうどうしようもないわ。89年は日経平均が 38,900 円の頃か。NTT とかいう何も生み出せなかった無能。インフラ企業は役所よりも役所だからな。会社内部が封建体制のような二分社会。バブルで製造業から第三次産業に移行始まったのに、バブル崩壊でまた第二次産業に戻した無能。バブル時代に人々に思うところのあるスレ民もいるようです。バブルの頃の日本人カッコ25、平タクシー、万札ビラビラ。今の日本人カッコ65、わしが若い頃は血を吐くような思いで働いてな。今の若者バカにしすぎやろ老害とも。甘い汁散々吸ってたのバレバレなんだよクソが。一番甘い汁吸ってたの段階世代やろ。そいつらは老後である程度ダメージ変えてるからな。バブルは平均して年金1200万もらい得のまま逃げ切っていくんやぞ。年金も医療費も一番甘い汁吸ってるの段階。高度成長期に中卒で甘い汁吸ってたのも、バブル期に出世して好き勝手してたのも土地バブル起こしたのも段階。インフレ率とリスクリワードで見たら、段階前のがやべえのは明白やわ。段階より上が最強。今80歳の元公務員は役人時代に民間の年金も利用していたので、今は夫婦で月50万円もらってる。毎年海外旅行を楽しんでる。年金で見ると今の60歳は損と得が拮抗している。70歳以上はかなりお得。今金融はバブってるから、それ乗っとけばこのデフレ化では同じぐらいの勝ち組生まれてるけどな。ただ日本でそこまでバブってるわけちゃうから局地的やねんな。もともとバブルの時も一般リーマンや公務員は恩恵ないからな。自営業や経営者や資産家はウハウハやったやろうけど。リーマンでも保険会社勤めてるやつは恩恵あったぞ。せや、資産バブルやったから投資せんかったらプラスでもマイナスでもなかった。今はデフレ化の金融バブルやから、銀行預金してるやつは相対的に損してることになる。金融はそらそうやね。友達のおやっさんが証券会社にいたけど、絶対株は暴落するって言ってたし、その通りになったわ。社会保障費なんかで実質賃金が目減りしてるだけで物価自体は上昇してないからな。これで物価上昇してたらスタグフレやわ。最近は便乗値上げと弁当底上げのシュリンクレーションやな。家電は値段落ちてきてるけど。本格的な物価上昇がしばらく続くまではずっとデフレスパイラルやろね。年収500万のやつが2002年より手取り35万円減ってる国。国民負担率5割とか OECD 最悪。まだ生産年齢人口が増加してたからね。1989年の経団連役員ボーナス、300万円。2019年、2000万円。なお一般人の中央値は1997年をピークに落ちてる模様。バブル崩壊がよく言われるが、自殺者数、失業者数、新卒就職内定率を見ると97年の平成大不況がヤバいんだよな。庶民にとっても本当のバブル崩壊は1997年やからな。日本人の貯金振興ってこの頃のイメージ強いんやろな。日銀がインフレ恐れて金利上げまくってたからな。日本がまた復活する可能性ある？むしろ復活する要素あるか？そら国が残ってる限りはいつかはあるで、その前に一回沈むやろうけど。バブル経済の発端となったとされるプラザ合意についての話もすれないでは議論されました。プラザ合意なければまだ日本は強かったんか？そらそうよ。世界で稼働中の産業用ロボットの 56% が日本に置かれ、半導体、自動車、機械、電化製品を作る世界の工場として君臨していた日本の時代が続いてたよ。それはわからん。結局国の経済が成熟してきたら製造業の比率は下がるからな。それよりも今の経営層とか政治家見てたら、とてもやないけどアメリカや中国みたいにイノベーション連発なんかなかったんちゃうかと思うわ。どっちにしろ終わっとったんちゃうか。逆に経営層とか政治家が優秀やったらなんぼでも勝ちパターンあった思うけどな。物価が上がるイメージが全然できないわ。日本がオワコン化したのって冷戦構造崩れたからやろ。冷戦後に西欧が EU 作ったことによって、日本の競争力が相対的に弱くなったというのはあるやろうな。普通の銀行に金預ける意味ないじゃん。楽天銀行っていうのなんやな。バブルの頃は家のローンが 7.25% やからな。今なんて 1% やしネット銀行だと 0% もある。はい。以上です。バブルについては経済面や政治面でいろいろと良し悪しがあるようですね。皆さんはバブルを経験してみたいと思いますか？今回ご紹介するスレは、昭和のサラリーマンについてです。令和の今では考えられない衝撃的なライフスタイルをご覧ください。2021年10月、昭和のサラリーマンがヤバすぎると話題に。スレ隊とともに、一から昭和の仕事風景が紹介されている4枚の写真が貼られました。その内容とは、
夜11時半、セールスマンが帰ってきた。午前1時、営業会議が始まる。家に帰るのは1週間に1回だけ。ボーナスは年26ヶ月。ライフワークバランスの概念すらなかった、昭和ならではのスタイルにスレミンも食いつきます。なんで自律神経とか壊れないんだ。そんな言葉も概念もないから、やったらやっただけ金くれたからな。金くれても休みなきゃな。11時近くまで栄養かけられる相手がかわいそう。育児とか一切参加してなかったのかね。絶対薬やってただろ。親父が21時に帰ってきたら早い方やったわ。23時とか当たり前やったし、ワイにはできん。おさん、いつもタクシーで帰ってきてたわ。収録出勤当たり前とか、頭おかしなるで。土曜半分や。そんな時代もありましたね。週休2日制が普及したのは1990年代からだそうです。中にはこんなストイックな考えのスレミンも。ある意味ええかもしれん。帰るから、行きたくなくなるんやし。ハングリー精神の塊やな。外資系企業やん働き方。外資こんなに働かない。段階の体力は異常。かといって現代人が同じだけ働き出したら日本はまた先進国になれるかっていうと多分無理やろ。効率悪すぎて新興国に笑われるだけやろな。まあ当時の悪習が残りすぎてるから失われた何十年なんやろが。この頃こんなめちゃくちゃな働き方して付き合いで暴飲暴食は当たり前。喫煙はするわ空気は汚いわでろくな暮らししてないはずの年寄りが長生きしてるんやから人間頑丈にできてるよな。飯食えるかどうかやと思う。だから病院が良いばかりで国の社会保障費を圧迫してるんやで。ネズミ残式に増えるとかいう見通しの甘さよ。働くほど金もらえるのはわかるんだけど、休みなく働いたところで、その稼いだ金はいつ何に使うん？気づいたらなくなってるんやぞ。スイートが贅沢するためや。テレビ買ったり、車買ったり、冷蔵庫買ったり、洗濯機買ったり。休みないんだよ、買いに行けないじゃん。仮に月1日でも休みがあるとしてもゆっくり家電なんか見れたもんじゃない。普通に月4は休みあるわ。それでも少なすぎうち。馬車馬のように働いて稼いだ金で買ったものも、ゆっくり楽しめにゃん。戦後の食べ物も着るものも住むところもない時代を経験してるような人らやで、腹いっぱい食う、飲むってのが何よりも素晴らしい夢や。それが仕事頑張る、つまりは自助努力だけでどうにかなるんやからそらモチベ違うって。タバコだって、当時の人らからするとネットやゲームとか、今の時代にできる安価に長く楽しめる最高の娯楽の一つや。そう考えるとええ時代やな。夢が叶うし新しいものは次々出てくるしワクワクしたやろうな。考え方とか今とまるで感覚が違うんやな。ストイックに働く昭和のサラリーマン、その背景には、時代から来る老いたちも関係しているのですね。元が食うにも困る貧乏やぞ。それが働けば働くだけ金もらえるって、モチベーションやばいことになるわ。しかも今みたいに人がすれてないし、基本物不足だから栄養成功率も高いしな。今と貧乏の基準が違うしな。今は賞味期限が1日切れたくらいで、食い物捨てながら金がない言うてる時代やし。現代日本では野菜にちょっと黒ずみや汚れあると廃棄されるしな。食べ物にさえ履修が関係してくるんや。生活水準を上げたら戻せない的なあれやな。一方で仕事内容については、現代とは業務の複雑さや密度に差があるという意見もあるようです。言うて大した仕事してないけどな。郵便チェック係とかおったんやぞ。拘束時間は長いけど仕事の密度はコンビニバイト以下で、一つの仕事をひたすらこなせばいい。人もおったからな。分担作業で、今よりはるかに楽やと思うわ。今ほど業務が高度で複雑じゃなかっただけやん。サボり倒して帰ってきてもバレへんやろ。業務も単純だろうし、しっかり金もらえるだけ、現代よりよっぽどええやん。営業なんか、ちょっと話したらすぐ契約取れるような時代やしな。なんぼでもサボれて結果も出てた時代や。携帯電話もないし営業で外出たら、サボり放題やな。今の人間はこいつらの何倍の仕事量抱えてるんや。昔は効率が悪かっただけなんだよな。手書きで書類書いて歩いて持って行ってた時代やろ。合理性やけど、長老に話聞いた感じやと、明らかに昭和の方が楽そうやわ。定休日あるは夜8時までしか営業してないし、発注も伝票も全部人力で作業やから1日すぐ終わる。単純作業なら大して頭使わんでいいし、絶対楽やわ。そしてあるスレミンからは、昭和時代のボーナスについて情報が寄せられます。税金で持ってかれるのもたかが知れてるし、ボーナスもほとんど税金引かれないんやろ。ほんの30年前まではボーナス非課税やったぞ。それならボーナス16ヶ月とかになるわな。民間企業のサラリーマンが、中央官庁の公務員にボーナスでマウント取ったせいでボーナスにも課税されるようになったらしいで。その辺から日本終わったんやなって感じするな。ほんまに30年まるまる失われとるな。ボーナス非課税ってマジ？基本給少なめで、ボーナス多めでええやん。この時代いろんな手当もあったしな。ここで話題は当時のハラスメントに移ります。今とはコンプライアンスの考え方がまるで異なるようです。セクハラパワハラ三昧タバコもくもくな模様。サラリーマンなら、まだいいけどこの時代のブルーカラーとかパワハラやばそう。昭和やから殴る蹴るとか当たり前なんちゃうのかな。知らんけど。まあこの時代の酒の席だけは、どういった職場だろうとガチでやばかった。ハラスメントなんて言うたら、ぶん殴られておしまいやぞ。とじにゃん。ジムの姉ちゃんは、ケツ触られて当たり前の時代や。セクハラ手当とかあったんやろ。知らんけど。セクハラ手当とは、今となっては斬新すぎる発想です。女ははよよめいけ時代や。
この時代生き抜いて働いてた女性は強いわ。現代人は軟弱な割合増えとるわな。社会に守られるようになると、そりゃ甘えるわ。教育方針とか価値観の変化もあるやろけど。そんなバイオレンスな職場環境で生きてきた昭和のサラリーマンは、やはり仕事のやりがいが強かったようです。まあこの頃は医療もインフラも何もかも国にパワーがなくて、民間の活力に頼った時代だからな。切り開けば儲かった時代、この頃に財を成した家は今も安泰やし、この頃にザコリーマンやってた奴は終わってる。自助努力だけで仕事片付くのは確かにでかいな。今やと自分一人頑張っても無駄やしな。パソコンのせいで、労働が簡単になりすぎたんや。社会がいい意味でも悪い意味でも、完成されてしまうと凡人は埋もれやすくなるわ。基本就職したら首はなし。だから家、車を誰でもローンで買える。生活に不安が基本なかった時代。今は現在も将来も真っ暗。冷戦終わって、時代遅れになった。日程システムを維持してる。ジャップの支配層がバカで悪い。しかも発達陰キャでも、お見合いで誰でも結婚できた時代やからな。今よりイージーモードやろな。若者は金の卵とか言われてたからな。ほんま今の世代はかわいそうや。日本は年収上がらんって言われてるけど、昔より仕事専用なってるからそらそうやろうなとは思うわ。いくら PC で生産性爆上がりしてるとはいえ、アホか昔の仕事量よりはるかに多いわ。年収上がらんのは企業が弱ってるからやで。上がり目もない企業を生かしておく必要ある？みたいな議論もあるし、今後どうなるかほんまわからん。楽しく生きるんやで。こちらのスレは以上です。現代と比べると衝撃的な内容も多いですね。昭和のサラリーマンといえば、もう一本面白いスレがありますので、こちらもご紹介しましょう。2020年4月、昭和のサラリーマンの常識を教えてください。さすがにその頃のことは知らないので。出しても怒られない。駅のホームの端で立ち小便。タバコ、酒、博打。成績が棒グラフで壁に貼ってあった。ホワイトボードに赤いマグネットで縦棒グラフだったぞ。その前は模造紙に赤鉛筆で書いてたが。昔のドラマや漫画でよく見るやつですね。いつかはクラウン。ポケベル。上司が藤岡拓也みたいなの。オールバックプラスメタルフレームメガネのコアモテ上司ですね。いそうです。昭和といえばやはり週休1日、今の若い人には信じられないかもしれません。週休1日、土曜日は半分。土曜日働いてたって夜まで働いてたのか？土曜日は半分だけど、組合主催の草野球大会に出なきゃいけないから、面倒くさい。土曜日半分の後、職場で飲みに行く。ハラスメントという概念がないスキンシップも昭和ならではですね。女子社員のケツ触るのはコミュニケーション。女子社員のおっぱいもんでも笑って許された時代なんだろ、羨ましい。さすがにそれはアウト。でもお尻撫でるくらいは挨拶程度だった。挨拶代わりにケツ触る。うちの両親の馴れ初めは上司がお袋のお尻を触ってるのを親父が注意してくれて、それがきっかけで仲良くなったらしい。実際には正義感で注意したというよりも、自分も触りたいのを我慢してるのに他の人間が触ってるのが許せなかっただけらしいけど。その魅惑のケツから生まれたお前のケツ。タバコに関してもかなり自由だったようです。喫煙率 100%、 タバコ休憩という概念はない。なぜなら自分の机でタバコ吸いながら仕事してたから。駅のホームで普通にタバコ吸えた。てか車内でも吸えただろ。駅でも路上でもタバコポイ捨て。昭和のドラマは喫煙者だらけ。男は9割タバコ吸ってたし、会社の机で吸い放題。誰も気にしない。自分の机に灰皿置いてプカプカしながら仕事だったよな。おじさんのマイ灰皿かっこ高級層を勝手に使ったらすごく怒られた。駅前はタバコの吸い殻と吐いたチューインガムだらけ。お酒に関してもカオスな昭和時代、今と比べるとアルハラどころか丸で無法地帯です。引き帯は当たり前。平成初期でも飲酒してシートベルトしないのは普通。片手にビール持ちながら車運転。家族へのお土産は折り詰めの巻き寿司。当時の酔っ払いの漫画はそれを手にしたヨレヨレ歩き。千鳥足で聞かなくなったな。四五回な。酔っ払って郵便ポストに敬礼。宴席ではネクタイをおでこに巻く。会社の宴会で出る酒は熱燗と瓶ビールとトリスのウイスキーのみ。宴席ではネクタイをおでこに巻く。残業時間になると会議室でビールを飲んでる奴がいた。飲み会の度に新人芸をさせられた。翌年新人配属がなくて2年連続でやってた。革靴で酒飲む。仕事中酒を飲みながら作業してても黙認された。退庁時間前にバックれても黙認された。勤務時間中に競輪場に行ったりとか日常化してた。これは平成3から4年くらいから厳しくなってきたが、仕事の後普通に飲んで運転して帰ってきてた。うちの親父は国家公務員。カラオケではネクタイは頭に巻く。毎晩接待で御前様。一気飲みする学生はバカと言いながら、俺の酒が飲めんのか、リアルで言ってた。そういえば平成一桁までは、缶ビール片手に公用車運転してたな。昼食もビール飲んでたしな。雨降りの日は仕事しないのが普通だった。高卒かっこ未成年に酒は飲ませなかったがな。何か間違いや事故を起こしたら、会社責任になる。タバコは自分が稼いだ金で吸うのは構わんから、全然 OK。高卒で入社したら新入社員歓迎会と称して、気絶するまで酒を飲まされる。拒否はできない。土日に部長の家でバーベキュー。そこでも無理やり飲まされる。新年の赤ちょうちんで上司の悪口大会。忘年会にて、頭にネクタイ巻いてど上司食いやったりした。今では昭和レトロと注目されている、インテリアやファッションもやはり個性的なようです。ヤクザの事務所みたいなソファーがあった。
外国のミニウイスキーボトルが、北海道土産の酒加えたヒグマの彫り物と一緒に応接間に飾られていた。社長室に虎の毛皮やフクロウの剥製がこれ見よがしに飾ってある。電子ジャーやポットが花柄が多かった。黒電話の置き場所はなぜか玄関付近。黒電話日周カバー。当時の電話はアナログ回線でノイズに弱かった。なのでなるべくノイズを拾わないように電話線の引き込み口に一番近い玄関に電話機を置くのが普通だった。家電や車内の内装が木目調が多かったな。部屋にペナント貼ってる。サイドボードに馬の頭のグランデーナポレオン。机の引き出しにソロバンが入っている。腕時計のバンドにちっちゃい月替わりカレンダーをつけていつに入ってる。保険のおばちゃんがくれるんだよ。白黒映画を見てて、夏は解禁シャツにカンカン棒って本当なの？と聞いたら、クーラーないんだもん、スーツにネクタイなんてクーラーが普及してからだって言われた。社長は葉巻に小太りちょびひげ超ネクタイがデフォルト。腕にカバーつけて、事務作業やってるイメージ。腕に裾上げのアームバンドをはめる。タックスとタイピンがおしゃれ。そして今では見かけない昭和ならではの言動やカルチャーにも注目が集まります。窓のブラインドの隙間を押し下げて鋭い眼光で外を見る。敵のホームで傘でゴルフの素振り。電話のダイヤルを鉛筆で回す。できる男は耳に鉛筆を挟む。職場にいろんな物売りが来てた。保険やヤクルトはもちろんネクタイ屋もいたな。気の利いたことを言われると、こいつは一本取られたな、いやー参った参った、はっはっはっはなどとつぶやき自分の頭をポンポンと叩く。物考えるときは操作ねえと言って試案する。電信車の新幹線ホームでの見送りで電車が動き出すと部署員全員で万歳三唱。給料袋というものがあって印鑑持って並んだ。給与は現金って私だったよな。銀行振り込みにしたいって会社から申し入れあって、労組で職場討議して賛同した。ハワイの土産はひっくり返すと女がヌードになるボールペン。海外旅行行く人にエロ雑誌を頼むときは英語のマニュアル買ってきてだった。マイケルのムーンウォークの真似、ただ後ろに歩いてるだけ。職場は家族、課長は課長、上司が早く結婚しろとうるさい。給湯室で OL の皆さんが愚痴大会よな。古株のおつぼね様がいる。部長と同期だったりするので存在に扱えない。大概役員クラスとタメ口な。あと社員旅行で男性若手社員に一緒のお風呂を共用する。昔は朝のお茶を OL が入れてたから、憎たらしい上司には雑巾絞ったのを入れたりしてたな。上司が転勤の時はみんなで東京駅のホームまでお見送り。職場旅行が飛行機、社内旅行参加必須。夜は大宴会場で浴衣 OL さんたちのお酌で飲んで、二次会は旅館紹介の怪しげなお店へ。若手は翌日のバスの中でのビールとおつまみチェックして、部屋で男女若手飲み会。さらにまだ PC がなかった時代ならではのあるあるも話題に上がります。紙と鉛筆で仕事してたな。コンピュータが導入されたのが1970年代。とはいえ個人では当然使えない。初期はパンチカードで入力してたし、ターミナルからホストにコマンド送って、処理が返るまで数分から数十分。ワープロとフロッピーディスクの時代か。マスオさんのデスクって電話と紙しか置いてなかったな。関数電卓が出回る前は設計製図の人もソロバンで計算してた。計算尺の使い方を覚えた格好も忘れたけど、手回し計算機、計算尺。大企業には計算を専門にやる助教がいて、技術者はそこから嫁を選んだのだよ。せっかくポケット電卓買っても内蔵のベースボールゲームばっかりやってる。プログラムといえども自責にパソコンや端末はなく、紙に手書きしたプログラムを専門の担当者に入力してもらって実行してもらって、実行結果はまた紙のリストで確認していた。9インチフロッピーにパンチしてもらったファイルを入れてもらったり、紙テープにプログラムを打ち込んでもらってコンピュータに読み込ませたりした。あと実行するときは JCL カッコジョブコントロールカードを使用した。昭和の末期に会社で使ってたコンピュータの記録媒体は8インチフロッピーか磁気テープかっこオープンリールだったけど、データをテープにコピーして郵送していた。昔のコンピュータのシャットダウンの仕方は非常に複雑で、一つでもオペレーションミスをするとディスクが壊れた。数年間メインフレームのシステム開発部かっこ言語コボルに入れられたけど、 HDD がドラム缶みたいだった。 YYMMDD は西暦を4桁にしないでメモリー節約する知恵と先輩たちが自慢してた。から2000年問題の頃はシステム抜け出しててラッキー。テレビ番組や CM など懐かしのエンターテイメントについても情報が集まります。 11PM とツナイトのどちらを今夜見るかで悩む2大深夜スケベ情報番組。ラジオ番組が一番盛り上がってた時代だね。宮崎みどり目当てにニュースセンターくじを見る。ジュアを飲むたびにジュアヤクルトジュア誰のものを、と小柳ルミ子の CM を口ずさむ。朝の早見優の英会話番組でのっちの動きがエロくて人気があった。日曜日の終わりは淀川さんのさよならと、あのエンディングテーマこれだな。アメリカ横断ウルトラクイズは毎週見てたな。木曜の夜は野生の王国パーパッパパパパ。夕方に始まる NHK600 こちら情報部はよく見てたな。 NHK のクイズ本当に本当が面白かったな。4大ドキュメンタリーやわ。驚異の世界、野生の王国、素晴らしい世界旅行、知られざる世界。知られざる世界の OP に出てきたミイラが怖く眠れなかった。刑事の張り込み腹ごしらえはアンパンとコーヒー牛乳がデフォ。ジーパンのテーマを聞くと無性に走りたくなる。星の矢沢文化住宅の2階がデフォ。引き込み中、タバコ屋の赤電話で署に連絡。電話ボックスは青電話、喫茶店では肌色電話だったかな。
いろいろとカオスで個性的な昭和時代、今から考えると少し羨ましい緩さもあったようです。知らんけど栄養サボって、インベーダーゲームとか ?6 時には家族揃って晩ご飯が食えた時代。会社の新年会の後は部署全員で姫始め。55歳で定年。栄養者である場所で寝てると、他社の栄養マンもみんなそこで寝ていて、いつの間にか顔見知りになり、情報交換やヘッドハンティングがあった。朝からゲーセンでスト2対戦しまくって、5時に社に戻って月給40万あった。給料日はザギンでシースー。いい時代よね。うちの祖父は路線バスの運転手だったんだけど、実働5時間程度で年収600超えてたらしい。国鉄の人間なんて1日4時間くらいしか働いてなかっただろ。楽すぎ。労働組合が一番強かった時代だな。特に国労は最大の労働組合だったからな。金のために仕事をする。労基法律関係ない。金が欲しいなら根性で働いた時代。国鉄ストで会社も給料。何でも会社の経費で落とせた。飲み代やゴルフのプレイ料金はその典型。今じゃ到底考えられないような、遊びのための金が会社持ちにできた。だから、その世代は未然に起きて遊ぶという意識が希薄。絶対ならソープランド代も経費で落とせたろうな。俺はそこまではやったことないけど。退職した元上司が自分の金でゴルフしたことないと言ってた。民間だと会社の金で飲めたりしたみたいだけど、公務員だったから市の予算では飲めなかったわ。その代わり小学校で出た新聞紙やら段ボールや瓶とか鉄くずとか銅線とか廃品回収に売ってポッケに入れてたわ。当時はゴミは市の所有物という概念がなかったから、売って自分のポッケに入れても何の違法性もなかったからね。給料安かったから助かったわ。こちらのスレは以上です。今から比べると良くも悪くも緩くてカオスな昭和時代、一度体験してみたいものですね。さて、こちらのチャンネルでは他にも過去のカオスなカルチャーを感じるスレを紹介しています。よろしければもう一本どうぞ。今の子供の遊びといえば、ゲームや動画を見ることでしょうか？外で遊ぶといっても整備のされた安全な場所で遊ぶことが多いイメージですが、今回は今の大人たちが子供の頃にやっていたことをまとめたスレを3本紹介します。まず1本目は2018年9月に建てられたスレです。昔のガキども鍛えられすぎててわろた。こちらのスレは1枚の写真の投稿から始まりました。楽しそう。それに比べて今のガキは苦労も努力も知らない。余ったれたひ弱なガキばかりよ。どうい？戦争すら経験してない軟弱者だらけ。切腹の義務もないひ弱な老害ばかり。昔は弱い奴は震えにかけられて淘汰されていった。今は弱者でも無理やり生かすからそのしわ寄せが強者に及び共倒れしてしまう。淘汰された後の生き残りは前衛たちだぞ。お前らいくつだよ。遊具と呼んでいいのかわからないほど危険な写真にすれないが盛り上がります。真ん中のやつすげえな。真ん中のやつ痛くて動けないんだろうな。左に一人落ちてるやついない？ロープにぶら下がってんだろ。月一で死人出るだろ。ここまでじゃないけど危ない遊具ってたくさんあったな。落ちたら死ぬやん。でもこういう世界の方が生きてるって感じがしそう。こういうので震えにかけてダメな遺伝子は淘汰されてくんだよ。今は何でもかんでも生き残らすからダメな遺伝子が蔓延してる。淘汰を経てたどり着いたあなたは平日昼からビッグですか？俺含めだよ。そもそも自然淘汰の本質は弱者が死ぬことではなく弱者が子孫を残せないことにある。その点で言えば現代においても俺もお前もどうせ子孫なんて残せないから自然淘汰は問題なく働くと言えるな。ブランコの客座取り脱動やんだよ。真ん中でまたがってるやつ怖くて降りられなさそう。これで落ちるどんくさいやつは淘汰されるんだよ。左のやつ落下してね。ブランコしてるだけ。昭和の子供は体が丈夫だったから遊べた遊具なのでしょう。そして話題は今の子供について書き込まれていきました。昭和って楽しそうだよね。今は全てに神経質で過剰な配慮があって退屈だし息が詰まりそう。つまらなくなったのはに発言権与えたせいだと思う。いろんな趣味に関して規制がガバガバだったもんな。絶対楽しい。いつの時代でも女の立場が上がると秩序が崩壊するみたいな名言あったよな。自然に秩序が上がるならいいけど無理やり上げたらそら崩壊するよ。俺の生きてた頃はお侍さんの前を通っただけで殺されたもんだがな。昭和のガキは苦労を知らない。今は登り棒とか小学校にないんけ？小学校の遊具から落ちたやついて使用禁止になったな。若ほど死んでたから正しい世界だった。今のガキはスマホに DS しかやらんからな。ゴミみたいな体の貸ししかいない。なんで時代が進むにつれて弱肉強食の思想って悪みたいな扱いになってきたんだろう。実際は区別なのに差別という思想が悪とされるから。遊具ある時点でそんな昔でもない気がす。昔は何もないから自分で布を塗ってボール作ったり木を削って遊び道具作ったりって世界だぞ。弱いやつは死ぬべきなんだよな。登り棒じゃないけど小学校の体育館に天井からぶら下がってるだけの太いロープみたいなのなかった？お前ら野生に生きてんのか？お？猿がごちゃんやってんじゃねえよ。現代は肉体より頭だろが猿もねら金とも。俺の時代でも何人かは遊具で骨折ったり一生松葉杖みたいな怪我したのいたな。弱い奴を間引くシステムができてたし、それを見越して多く生産してた。
今は守りすぎてるせいで子供が学ばず、いきなり死亡につながる行為をしたり、身体能力が低いせいで起きる事故も多い印象。少子化なのに間引けと言ってるやつ怖すぎ。ファブルって漫画で、今のガキはひ弱で危機管理もまともにできない遊具で事故が起こるとすぐ問題になるって件があったけど、この遊具は想像以上だった。こういうので死ぬやつがいて、それ見て他の子供は気をつけないと死ぬって学ぶのよ。近い将来子供は産むものではなく、作るものになりそうだな。間引くためのザルの目が細かくなりすぎたと言えばいいかな。本物の葛飾脱落しなくなった。っていうかそのザルに引っかかるようにみんな努力してたわけだから。そして話題は育児費用からの少子化問題の話題へと変わっていきます。今って後先考えないで快楽優先のできちゃったバカと、本当に金に余裕がある家庭しか子供に作ってないの本当にヤバい。しかもバカが作る子供の割合の方が多いからまたバカがバカを産む。それはごちゃんに毒されたアホの考え方だな。こいつら8人兄弟とかだから1人死んでも親は気づかない。実際このご時世で子供とか割とマジで無理じゃない？後先考えないアホは知らんが、そこそこの家庭じゃきっと厳しいだろ。まあ努力もできない人に、このご時世とか言われてもね、そのバカやアホの方がめちゃ頑張ってるという。無理とか言ってご時世批判する前にやることあるんじゃねえのか。昔に比べや恵まれてるんだぞ。匿名リサーチ 2000X で全部の精子が受精して育ったシミュレーションから好きな子を選べる未来ってやつあったな。ほんと無理。昔と違って生活に必須な金が多すぎるし、子供生まれた後にかかる費用と仕事の安定性を天秤にかけて大丈夫なやつって本当に一部のやつだと思うわ。惨めな教育するくらいなら子供作らないことが子供のため。無理なのはお前が金ないのが悪いんだろ。割とマジでそう思うわ。作ってもなんとかなるよとかいう人とかいるし、親に早孫が見たいのとかそれとなく言われたりで悩むんだけど、やっぱ現実問題厳しいよな。つまりみんなの話を総括すると、昔は産んでから間引いてたけど現代は産む前から間引いてるわけか。効率的だな、かっこしろね。人体って現代では不必要な機能多すぎだから遺伝子操作派が増えるだろうな。仲良くなった時に出る仲間意識を高めるホルモンに差別を促進させる効果もあるからな。群れを守るためにこの機能のせいで戦争が起きる。昔の国民が子供産みすぎただけ。そのうちちょうど良くなる。派遣とかフリーターじゃなきゃ大丈夫。ただ情報に踊らされて見栄を張った養育する層が増えて自滅するパターンがある。普通でいいんだよね。ほんと高等教育を受けさせるとかそういうことじゃなくて、まあ頑張ればいけなくもなさそうなんだけどさ、二人は無理かなって思うんだよね。現代のアスレチックでもこのくらい余裕である。ただし網が張ってあって落ちても怪我しないようになっている。スレにも淘汰されるべきだった人がちらほらいてわろた。このスレで子供いるやつが果たして何人いるんだか。働いてないやつすらいるだろ。上の十字になってるとこに鎮座してるやつのガキ大将官は異常。こういうやつがリーダーだったんだよな。異常です。続いてのスレは2018年3月に建てられたスレです。今思えば危険な遊び。ブランコ一回転やろな。自転車めっちゃ速く漕ぐ。坂道ノンストップで自転車漕ぎ。頸動脈押さえて失神。フェンスの上を歩く。椅子引き失神ゲーム艦長。椅子引きは成長して危険性を知ったわ。椅子引きはマジで死ぬんだよな。2階から飛び降りる。虫眼鏡を利用して他人に向けて日光を反射させる。指の間ペンでやるやつ。他人に向けてロケット花火。100円ライターのガスを握り手みたいに手にためて火をつけるやつ。尻尾のオイルを手のひらに出してやったわよ。間違えると手を握っても燃え続けるんや。小学校の階段の一番上からジャンプ。防波堤の上を歩く。Y の周りでもテトラポットの上走ってたわ。高い金網をどこまでも登る。運転の上を歩く。ここで上がっているものだけでもすでに命の危険を伴いそうなものがいくつかありますね。危ないというのは怪我をするという意味だけではありません。男同士でエッチごっこ。小学生の頃したクラスの女子とエッチ。精通しても普通に中身出してたわ。危ねえ。あとチンカワでホースの先っぽ包み込んで蛇口全開にして風呂鉢まみれにしたことあるわ。5人ぐらいで手繋いで両端がコンセントに針金突っ込む。よく死なんかったわ。にアルミホイル巻いて先っちょを細くしてコンセントに刺す。子供の頃は移動手段が自転車しかありませんでしたね。そんな自転車でも階段を自転車で降りる。両手離したまま自転車こぎ。自転車両手クロスはほぼこけたわ。ワイもこれで死んだわ。自転車両手離したまま立ちこぎしたらどうなるんやろって考えついてしまったガキ。ワイは見事に頭割ったで。手放しも危ない。足の指が出るタイプのサンダルで自転車。右足の親指の爪割った。砂利の立ちこぎって危険やで。ワイ、スピード乗ってる時前に滑ってペダル踏み外して偉い目にあったもん。あれは心臓に悪い。自ら進んで危ないことをしている印象ですが、実はみんなが遊べるようにと用意されているものにも危険はいっぱいだったようです。公園の丸い回すやつ。今考えたらグー危ないし、考えたやつ頭おかしいやろ。死人でまつったわ。
とっくに廃止されてるやつやん、見たことない。回線塔の内側に入って気違いみたく激しく回すとぶら下がったみんな吹っ飛んでいったな。アホやから全員吹っ飛ぶか、中のやつがぶっ倒れるかバランス崩して鉄柱と捕まる鉄輪に挟まれないと止めないからな。これマジで遠心力で吹っ飛びそうになる。こういう回す系は見るだけで酔ってしまうわ。回すやつはいつも気合で止める役やったわ。今思えば称賛されるべきやろ。中に入って高速回転、止まった時に手放してしまう。全身強打する。病院号マッマの雷落ちてもうやらないと誓ったわ。ブランコからジャンプで着地、今思うと怖くてようできんで。ブランコを高く漕いでそっから飛ぶ。何度着地に失敗した足ぐきったことか。ブランコで靴飛ばし、危なくないと思うけど人に当たったらヤバかったかもね。ワイが右目に当てられたわ。ブランコの鎖を短く巻いて乗る。やりますやります。小学校で禁止されてもやってた。ブランコ最大限漕いでジャンプ、あれ体感で相当飛んでたわ。これはブランコの周りの柵の上に着地する遊びで怪我人続出した。そりゃ遊具なくなるわ。異常なの多すぎ。タイヤブランコほんま嫌い。あれで友情に亀裂入ったやつ絶対おる。タイヤブランコマジで吐くわ。これも気違いみたく押しながらみんなで笑わせるという立ちの悪い遊びで、笑いながら飛んでいって鎖骨骨折したわ。みんな痛い思いをして大人になっているようですね。大人になって考えれば絶対にやらないことも子供の勇気ならやってのけることができていたようで。スズメバチの巣に石投げて最後まで逃げなかったやつが勝ちみたいなゲーム。これで本当に逃げんかった女子が蜂に刺されて病院行きになったんごねえ。蜂の巣に石投げるやつの派生で、犬のうんこに爆竹刺して一番遠くに逃げたやつが負けとかもやった。友達の家に遊びに行った時にこっそりゴキブリを放った。ひどすぎ。ワイが放ったゴキブリが繁殖したと思うと笑いが止まらない。小学生の時マンション10階から水風船投げたことある。人に当たってたら人生終わってたな。危険ではないがアリンコの巣に熱湯を注ぐの今思うとクソやな。なんかの動画で溶けた鉄を流し込んでたんごねー。これ系ならワイのラネコにボール投げつけてたわ。おう？白状するとワイも石投げて追いかけ回してたわ。庭で野球使用したら相手邪魔やったんやしゃあない。キッズ時代の行為だから判断力もキッズやししゃあないで。他人の家に石放り込み、悪ガキやなあかっこしみじみ。近所の不審者いじりは一歩間違えば事件やろな。危険なのかどうかはわからないけど、ワイが中学の時まだスマホとか普及する前でみんながみんなネットを使ってなかった時代、コンピュータに強かったワイは PSP の改造を頼まれていた。かっこもちろん金も払わせた。ちょっと調べればわかることをわざわざ金を払って頼んでくるバカを笑うワイ。受け取る際、非正規の方法だから壊れることもあるけど了承すると毎回確認をしていた。かっこ壊れたことはなかったが、そんなある日ワイの嫌いなやつに改造を頼まれた。もちろんいつも通り壊れる可能性も伝える。家に帰りワイは気づいてしまった。これは復讐ができる。ワイはそいつの PSP をわざと分鎮化させて返してやった。そいつは親と一緒に家まで来て文句を言いに来たが、ワイの親は子供のしたことですからの一点張り。コクペやんな。ちゃう、コクペじゃあらへん。 PSP でポケモンベガールタイルシリウスやってた高校時代。以上です。続いてのスレは2019年5月に建てられたスレです。昭和の遊びって山に入っていてクワの実取って食べるとかキイチゴ取って食うとかだもんな。今やらんだろ。もっと遊ぼうよ。ぶっとい草の茎を通って皮むいてかじってベッて捨てる。水事故、多湿故、豪雨、いろいろ呼び方があるな。山かっこというか林に入ったら濡れて硬くなったエロ本を捜索。エロ本の隠し場所になってたな。でも最近の子供はエロ本なんて見ないし、そもそもエロ本を拾う機会もないんじゃないかな。あとアパートとかの敷地内にもよくあった。エロを求めてよく探検したもんだな。土に帰ろうとしてるエロ本を慎重にめくるドキドキを味わってないんだろうな、かわいそうに。山には秘密基地作る。秘密基地作ったな。でもある日から知らないおっさんが住み着いて乗っ取られた。作った基地にいつの間にかホームレスが住んでいるのはあるあるですね。昔を懐かしむスレミンたちが集まってきました。もみじいちごうまかった。昭和の頃は俺も弓自作してウサギとかモモンガとか買って食ってたわ。山犬のボスと戦って買って廃下にしたりしてた。楽しかったよ。食わなかったけど無邪気な小学生時代だったわ。ツツジの花を摘んでチューチュー吸ってた。もみのみ小さいトゲトゲのアーモンド粒のような実を人のセーターに投げてくっつけて遊んでた。今のガキはこうしたことやらんのだろうが、まあ今のガキは防犯ブザーで遊んでるか。おなもみな。このスレで、ひっつき虫の正式名称が、オナモミだということを今さら知った。カメ、ハエ、カニとかと戦ったり、小川をジャンプしたり、そういう遊びが初代ゲームに取り入れられたんだろうな。クワの実うまいよな。今でもたまに食べたくなるけど、もうあんな自然にまみれたもの食べられん。同級生の家が田舎の田んぼの真ん中にあって、クワの実うまいよって食わせてくれたの懐かしい。一度きりだったから味は覚えてない。水場だのタンポポの茎だのかじってたな。アリの巣に芋虫とうか、アリの巣に水とうか、解体ショーを楽しんだ後アリの巣破壊。子供の頃に帰ったかのようにスレミンたちが思い出を書き込んでいきます。狩りをしたり野草を取ったりして遊んでいた光景は今の子供では想像が難しいでしょうね。山菜取って売るだろ、いい小遣い稼ぎになった。山に桑の木が植わってるわけねえだろ。山で食うのはアケビとヘビイチゴだ。山なんか行かないで団地の中で桑の実食ってたぞ。
桑の実うまかったな、今は食いたくても食えねえ。桑の実はマルベリーという木の実で糖度は8から15度ほどですが、品種によっては25度を超えるものもあります。現在では通販などで購入できますので食べられないことはありません。普通に販売されるような実がそこら辺になっていたというのは羨ましいですね。そこら辺に生えてるヨモギいっぱい積んでばあちゃんにヨモギ餅作ってもらったり、ツツジの蜜吸ったり、湧き水が湧いてる雑木林で昆虫採集したり、庭の置き場で焚き火して焼き芋、アホみたいに薄着で横にカゴついてるギアチェンできる自転車で遊び回ってたな。32年前は東京でも普通だったよ。サルビアの蜜チューチューはみんなやってるだろ。畑に行って縄文式土器を掘る。しかし今思うと中身は食べたら死ぬようなのもあったのに、深く考えずとりあえず味見してたな。底なし沼みたいなの随所にあったよな。キイチゴ、野球棒一般に入れてたら色がついて使えなくなった。のイチゴ取っていると何個かヘビイチゴが混ざっているんだな。ヘビイチゴは葉っぱが止血になるやつで、実は食べられなくて、食べられるやつはバライチゴじゃなかった？どっちも食べられるけど、バライチゴはレアでほとんど見ない。ムベの実とかムカゴとかマテバシイの実とかよく食べたな。火遊びして炎症して新聞飾ったわ。学年に一人は野原を燃やすやついたな。大箱の葉の菌をヒクヒクさせて遊んだ。漆でかぶれてひどい目にあったりしたな。水管棒とかピンクの酸っぱい花とか子供時代はごちそうだったな。キイチゴ食べたり湯水飲んだりしたな。その辺の用水路で見知らぬ気のいいおっちゃんがシジミ取ってるの手伝ってたな。成人して親にこの辺にも昔シジミいっぱいいたよなって聞いたら、ホームレスが取り尽くしたと言われて困惑した。昔は食べ物もあり、ホームレスとしては住みやすい時代だったようですね。漆の葉っぱを体にすりつけるとかの度胸試しとかな。ここまでひょっとしてグミなし？グミの実？どんぐり食うとバカになるって言われたな。当たってるわ。庭にアゲハが飛んできたらおもちゃ来たってノリで追いかけてたわ。金具やトンボ捕まえて糸つけたり、暇だったんだな。そんな世代が行者ニンニクと間違えて犬サフラン食って死ぬ。思えば人の家の桑の実を勝手に食ってたんだから昔の人は心が広かったんだな。野草じゃ洗わないで伸びる食ってたもんだ。桑の実、グミ、アケビ、クルミ、犬ビワ、金柑、のイチゴ。柿もあればビワもあるなしもあるしサトウキビもあるでよ。春はタケノコとかタラの芽とか、夏はサワガニ、秋は松、冬は寝ているイノシシをじいちゃんと突き刺してくる。イノシシ感とはレベル高いな。特に誰に教わったわけでもないが、これは食べれるとかこれは毒とかちゃんと分かってたのがすごいと思う。分かってなかったぞ。友達の兄ちゃんがこれは食える実やぞとか言ってたから、食ったら大変なことになったことが数回ある。そういうのは一緒に遊ぶ兄ちゃん姉ちゃんから一通り教わったな。そして自分はさらに下の子らに教えるみたいな感じ。うちの近所ではそうだった。薪の実がうまいってのは母ちゃんから教わった。あと、夏目の実も青いのは青リンゴみたいでサクサクしてて甘酸っぱいとか、茶色く熟したのはボケたリンゴみたいに粉っぽい甘さだとか、青い梅の実は毒だから絶対食うなとか、今考えると熊の親子みたいだったわ俺ら。他人所有の山に入る、不法侵入、そこで身を取る、窃盗、犯罪ばかり。今は道端や山にエロ本捨てたら罪になるからな。不法投棄や猥褻物陳列。今は安全安全と逆にヤバい。近所にでかい、公園がある、歩いて2分、子供たちが遊んでりゃいいじゃん。でもダメ、学校、学区外に出てはいけません。はぁ、あ、親としちゃ一応、学校の先生からの通知だから従うよ。学校の先生なんてな、保身しか考えてないから無視していいんだとは言えないから、学校の決まり事は守るってことにしたいから。で、近所の公園で遊ばないという狂った状況。この後もスレは昭和を懐かしむ思い出話で伸びていきました。皆さんはこういった昭和の遊びどう思いますか？